ただきます。こんな遅い時間になっちゃったので、なっちゃわなくても、ただ私食べることはやめられないので、そうダイエット中なんですよ。一応ダイエット中なんですけど、食べることはやめられないので食べます。サラダ見て、こんなに入ってます。大体オリーブオイルと塩コショウですね。いただきます。うん、こんばんは。うん、うん、なんかいつもサラダはキャベツとパプリカと、あとなんかキャベツとパプリカが入ってるパプリカサラダっていうなんかパックを買うんですよ、一人分ぐらいの。大体いつももうあのサラダ切るのめんどくさいっていう、キャベツ切るのめんどくさくて、キャベツとかレタスとかめんどくさいじゃないですか。だからそれにトマトとアボカドを切って入れて、あとモッツァレラチーズ、コロコロのこのモッツァレラチーズを入れて、オリーブオイルと塩コショウかけて食べるんですけど、今日はリンゴをちょっと入れてみたんですよ。おいしい。こんばんは。こっちの方がいいのか。サラダ。うん、ふん。うん。うん、ふん。こんばんは。ちょっと遅い時間になっちゃったので夕ご飯。うん。初見の方。そうなんですよ。私2月に落語やるんですよ。2月に。あとこの切り見えるかな、お野菜たっぷりのトマトスープも作り置きしてあるのをチンして食べます。こっちにもキャベツ入ってる。暑いだろうからと思ってビビって飲んだら変なところ入った。私も最近サラダが好きです。だってお一緒だね。ん、北海道は今雪がすごいって。
そうなんだ。2月の舞台申し込んだだって。やったー、2月楽しみですね。今日エイトの日行った？行ってない。今日、あ、そうだ、フランケンシュタイン見てきました。あの横山由依が出てる。可愛いですよね。こんばんは。ん？今は日本に行けないけど応援してあげるよ、頑張ってだって。嬉しい。 Thank you。アボカド、こんばんは。変な声出た。こんばんは。夜ご飯なんです。みんなは夜ご飯食べましたか？サラダ食べてるとこお邪魔しますって。美味しそうでしょ。うんうん、ダイエットでフルーツするシーンだった。うん、なんか、ん、何言おうと思ったんだっけ。あ、そうだ、昨日食べ過ぎちゃって夜、そう、人といて、もう人といるときは基本的にあんまり我慢したくなくて、なんか、いや私ダイエット中だからって断ると、まあ相手が楽しくないのも自分も楽しくないからそう気にしないようにしてるんですけど、だけ昨日食べちゃったから今日はもう本当朝プロテインと今この夜ご飯って感じなんですけど、やっぱ油も取らなきゃいけないので、でね、お刺身。うん。
なじみ。美味しい。そうやっぱね、良質な油を取らなきゃいけないからお魚がいいんですって。でもいくらヘルシーでもこんな量食べてたらダメかな。たくさん食べちゃう、なんか私本当高校生ぐらいまでお刺身ダメだったんですよ。どのタイミングだろう。でももともとだからお寿司も食べれなくって、でも一番初めに赤身が食べれるようになったんですよ。それまでカッパしか食べれなくて、赤身が食べれるようになって、そこからかな、お刺身赤身だったら食べれると思って食べてて、他のも食べてみなよみたいな感じで食べてみたら案外いけたみたいな。僕はお刺身が食べれない。でも分かる、食べれない気持ちすごい分かる。うん、おいしい。うん、カッパ巻きしか食べれなかったの。何時までやるのだって。45分とかまでやろうかな、わかんない、11時ぐらいまでやるかも。うん、回らないお寿司行ってもカッパ巻きだったって。うん、気づいたら大好きになっていたってことあるよね。ね、納豆巻き、あ、そう、納豆巻き私も食べれる、納豆巻き。なんだろう、ちょっと待って、なんか、分かんない。でも私回らない、それこそ回らないお寿司とかって断りにくいじゃないですか。なんか、あ、それ食べれないんですよとか言えないから、とりあえず食べてみるみたいな。それで、あ、やっぱ苦手やなって思うもんもあったけど、あ、これ食べれるんやって自分で気づくこともあったから、うん、カッパ巻き美味しいよね。わかる。絶対頼むもん今でもやっぱ。うん。うん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 。うん。なんかさ、食わず嫌いだったのね私もともと。それこそ今サラダに入ってるアボカドもなんか一番ブームな時期あったじゃん、めっちゃ苦手だったの。なんであんなんがいいとって思ってたんだけど、
味しいね。今日はね、初めてカンパチ、今人生で初めてカンパチを食べてるんですけど、カンパチも美味しいです。ね、アボカド食べてみると美味しいんですよね、意外と。意外とっていう言い方もあれだけど。アボカドに関しては完全に食わず嫌いだったんですよ。海藻ついてきた。ね、カンパチ美味しかった。今日の晩ご飯、お米抜いてサラダとお肉にした。えらい、えらいね。夜は炭水化物なるべく抜かなきゃって思うよね。確かにブームすぎて食わず嫌いになることもある。確かにアボカドじゃない、タピオカとかも、私も初めブームの先駆けの時代、めっちゃ苦手やったもん。見た目が怖かった。最近気になってる食べ物か。なんだろう、最近気になってる食べ物。難しいな。気になってる、気になってるはない。あー、今コンビニとかでいちごフェアやってるじゃないですか。そういう時期だから。それ気になってる。でも今ダイエット中だから食べれないと思って。自分に食べちゃダメだ、食べちゃダメだって言ってます。おっこつくん。ちょっとずつ中野さん見習ってお魚食べますって。でもなんか人といる時とかに食べるかな。なんかその人が頼みたいって言ったらいいよって言って、イクミも食べれるか分からんから、もし食べれへんかったら食べてなって言って、
僕は白米に玄米を入れてるよ。だってうちのお母さんとして、うちの実家久しぶりにね帰省して実家でご飯食べたんですけど、実家のご飯お米が白米から五穀米になってて、すごいダイエット味を感じました。せやった、明けましておめでとう。ご飯行かないの誘い断りづらいよね、減量中。確かに。完食、お刺身も完食。ちょっとスープ飲もう。これいっぱいにサラダ入ってました。いよね、こんな量食べたらさ、あかんの分かってんねんけどさ。ちょっとね、このスープにはいろいろ入ってるんですけど、ちょっと今日は多分全部食べきれそうにないので、セロリとトマトと人参を中心に、セロリを中心に食べていきたいと思います。セロリ嫌い、わかる。私もセロリ嫌いやった。てか食わず嫌いやねんけどさ、イクミのセロリ嫌いは。でもなんかこの脂肪燃焼スープ、トマトスープなんですけど、トマトスープ作るときにやっぱセロリってさ、体のその何排出物を出すのにいいからっていう理由で入れたんですけど、意外と食べれちゃった。でもこのスープ作った後絶対手セロリの匂いする。なんかどんだけ洗っても結構セロリの匂いする。寝るとき、あ、セロリ、ちょっとセロリの匂いするなって思いながら寝るもん。無理。ごちそうさまでした。嘘、やっぱスープもうちょっといこう。本当のトマトは食べれないけど、トマトジュースは飲める。なんかそんな人おったな、ももちゃんかな、トマトは苦手やけどケチャップは大丈夫みたいな。
クミラムレンサってやった。うん、ほんまにごちそうさま。あ、心が揺れてる自分がいる。ごちそうさまでした。はあ、温めた。あと今日はお風呂入って明日の準備ちょっとして寝るだけ。あ、嘘、洗濯物もしよう。本当に本当にごちそうさま。最近ディズニーへ行った？ディズニー行ってないね。行ってない、ディズニーね。全然行ってないです。酒を飲むようになったのがきっかけで好き嫌いが変わったような気がする。へえ。キュウリに味噌かマヨをつけるとお酒に合う。そうなんや。もう本当お酒飲まんから。見て、眉毛サロン行ってきたんです。ちょっと汗でテカってて恥ずかしい。眉毛めっちゃ綺麗になった。またお風呂上がりにインスタライブとかするかも。またね、バイバイ。眉毛サロンどんな感じ、行ってみたい。だって、お、じゃあインスタに載せるね。またインスタに載せるから待っててよ。インスタに載せるね。どこ行ってるか。またね、みんな。ありがとう、会えて嬉しかったよ。あ、J レッドさん、何、新年のクマさんだ。 J レッド氏、カムサムニダー、こんばんは。ジャデットだった。いつも J レッドって言っちゃうんだよね。ジャデット氏、ジャデット氏、ジャデット氏、カムサムニダー、サラヘー。ユッピーさんも、星様とこたつみかん、ありがとう。うん、修造さんも星ありがとうね。じゃあみんなバイバイ、またね。